この部屋は温陽寮の最深部に非常に近い。確か僕と春之助もここに長くとどまっていた。僕たちはずっと稲妻各地から来る武人を観察していた。彼らは宴で酒を飲むとき、我々も強大な魔物を倒す力を手に入れたと声高く叫んでいたよ。もしかしたらあんたとカムナ春之助ってその武士たちを連れて魔物を退治しに来たんじゃないか。その可能性もあるが、他の可能性もある。言い換えれば、そのような状況は春之助がわざと仕組んだものである可能性がある。制御不能になった陰陽寮を再び掌握するため、武士たちを引き連れ秘境に入り、魔物を退治するよう命じた。式大将は講師の言ってた推測についてさらに考えてるのか。まったく、俺だって別に毎回悪い方に考えてるわけじゃないよ。ただ合理的で包括的な推測をしただけだ。みんなに悪意はないと知ってる。僕の記憶はまだ完全なものじゃない。だが欠けている部分もどんどん減ってきた。もうすぐ全回復するだろう。それになんだか感じるんだ。前に進めば春之助に会えるかもしれないって。この陰陽寮は別に最近できたものってわけじゃないんだろう。その人はこの中にずっといるのか。うーん、旅人、ちょっと待て。あんたもしかして。みんなの真剣な表情から察するに、とても重要なことみたいだ。でも真剣すぎてもあれだろ。ここはもう十分不気味なのに、これだとなんか内輪もめしてるみたいだ。やっぱりオイラが言うぞ。あの時秘境から魔物が逃げ出してるって聞いて、天領奉行の武士たちと一緒にここまで来たんだ。オイラたちがお前に会った時、お前は秘境の由来を全く知らなかった。それどころか自分が何で生まれたのかさえも。でもオイラたちはあの時お前が本当に何も知らなかったって信じてる。たとえお前を信じられなくても、オイラたちは信縁を信じてる。信縁がお前を認めたのなら、オイラたちもお前と一緒に行動をとる。探索が進むにつれて、オイラたちは秘境の深くに入り、真相がすぐ目の前のところまで来た。でも今に至るまで、この秘境が邪悪な目的で創造されたかどうかまだ判断できていない。箱には宝も災いも入っている可能性がある。つまりオイラたちはその箱を開ける最後の瞬間にまで来たんだ。警戒もなしに開けるわけにはいかないだろう。あたいは他人が後戻りできない選択をするのを見るのが好きじゃない。だけど旅人が言ったように、あたいたちは十分な準備をしてお互いに責任を持つ必要があるんだ。わかった。どうやら僕が決断を下す時が来たようだね。ここまで僕はずっと謎に包まれたまま君たちの助けを受けてきた。たとえ短い間しか共に戦っていないとしても、お互いに秘密があってはならない。今ある情報ではまだ保証はできない。僕は春之助を信じたい。でもこの年月を経て彼が変わっていないかどうかはわからない。それか僕の記憶が偽りのものだという可能性もある。僕は陰陽師によって作られた式神で、記憶も不完全だ。君たち4人こそ今の僕にとって完全に信頼できて、全てを託せる人たちなんだ。僕は君たちを信頼している。だけど春之助への責任もある。彼は僕を想像してくれた。僕は彼に付き従う義務がある。もし君たちの言った通り彼が悪者だった場合、彼に制御されるのも僕の運命だ。できることならこの善良な心を最後まで持ち続けたい。でも道具は主の意志に逆らってはならない。
彼が僕を想像したというのなら、僕を制御することができるだろう。もしこれから僕と春之助が天に背き道理に反することをしでかしたら、その時は君たちが僕たちのためにふさわしい最後を与えてくれると信じている。うー、最終的に難題をオイラたちに投げるなんて。でも意外と誠実だったな。それに責任感のあることも言ってたし、この答えならお前も納得できるよな。あんたら事前に話し合って演技してたのか。片方が疑う役でもう片方が信じる役を演じるっていい方法だね。この方法なら式大将の記憶にまだ欠けている部分があるかどうか試すことができる。旅人成長したね。何が試すだ。オイラたちは緻密な計画を立てて一発で成功させたんだぞ。信玄が言ってただろ、あいつはあいつのやり方で信用できるかどうか確かめるって。だったらオイラたちもオイラたちのやり方がある。それに今これを言えば式大将を励ますこともできるしな。たとえあいつが迷っててもオイラたちはあいつを信じてて一緒に前へ進む。このことをあいつに分からせてあげたかったんだ。もし式大将が本当に仲間だったら、すぐに敵味方を選ぶようなことはしない。自分自身に存在する脅威を正直に言えてこそ仲間に対して責任を持っていると言える。僕は嘘が得意じゃない。僕の心からの気持ちを感じ取ってくれてありがとう。善人でも他人を騙し他人を利用する時がある。その逆で悪人にも懸念や心配事があるというものだ。自分にとって残忍とも言える答えを口にできたということは、確かに覚悟を決めているということだね。ふふん、信玄が言ってたように、なんて言うんだっけ。何のことだ。はあ、思い出した。この言語はすごく誠実で、人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ。一文字も間違わないなんて、あんたよくそんなの覚えてたな。それで戦う前の決起会は終わったかな。終わったなら行こうか。即戦即決だ。式大将、心配するな。あたいたちがあんたのそばにいる。分かっている。僕も全力を尽くす。君たちに面倒はかけない。かけても大丈夫だ。最終的にオイラたちが勝てればな。いや、最悪の事態にも備えておく必要がある。この扉の向こうが秘境の奥深くではなく仕掛けにつながっていたら。おいおい、縁起でもないこと言うなよ。もしもの話だよ。そうならないという保証は誰にもできない。そうだろ。残念なことに確かにそうだ。今の僕ではそれを防ぐことはできない。僕はまだここを完全に掌握したわけじゃないんだ。すまない。俺は別に何とも思ってないよ。聖地に挑戦できるまたとないチャンス、もう10回再構築してくれてもいいくらいだ。おいらは嫌だぞ。楽しみたいならお前一人で行ってこいよ。とにかくもし再構築が起きたら、君たちは自分の安全を確保した上でできる限り集まって行動するといい。あんたはまた戦いに行っちまうのか。心配いらないよ。俺はもちろん全ての危険を楽しむから。くそ、また弾かれた。次はあの兄ちゃんの口を塞いでくれ。あの縁起でもない口毎回言い当てるなんて。もうこの卑怯嫌だぞ。噛むな春之助は。オイラたちと会うのが怖いんだろう。腰抜けなのか。でも近くに天領奉行の武士がまだ駐留してるぜ。兄ちゃんと式大将は中にいるからトラブルは避けられたみたいだ。じゃあいつも通り
秘境の再構築が終わったら中に入ってあいつらと合流しようぜ。それまで身を隠してた方がいいな。あたいたちがまだここ一帯をうろついてることを天領奉行に知られない方がいい。次に入った時は絶対に全ての元凶を見つけ出してやる。